ロイヤルプリンセスは、プリンセスクルーズが運行する、クルーズ客船。2013年に就航し、その名を持つ船としては3代目となる。命名前の2010年2月17日、姉妹船となる、リーガルプリンセスと共に、カーニバルコーポレーションからフィンカンティエリに発注され、ロイヤルプリンセスと命名された元船は5月4日に、契約が成立した。 2011年3月15日には、モンファルコーネで最初の後半が切り出され、10月20日にはドックで船底部の建造が開始された。2012年8月16日浸水、偽装が続けられた。2013年4月9日には、ケンブリッジ公爵夫人キャサリンを命名者として命名式が行われることが発表された。 5月30日のモンファルコーネでの式典の後、6月7日にサウサンプトンに入港。命名式は6月13日にサウサンプトンで行われた。就航に先立ち、プレビューとしてサウサンプトンとガーンジーのセントピーターポートを往復する。6月9日と14日、出発に泊3日の航海を行った。6月16日就航。 イベリア半島へのクルーズが就航後初の公開となった。18層からなるデッキを有し、16層にはガラス張りの張り出し部であるシーウォークが設けられている。シーウォークは会場に張り出すため、船全体の全幅と船体自体の全幅は異なっている。船内にはテレビ局プリンセスライブが設けられ、船内のイベントを放送している。客室は 1780室。81%に当たる1438室が、海に面している。スイート、ミニスイート、デラックス海側バルコニー、海側バルコニー、インテリアの5等級に分かれ、海に面している1438室すべてが、バルコニーを有する。ロイヤルプリンセスシップファクツ、プリンセスクルーズ、2013年8月31日閲覧。 ロイヤルクラス、プリンセスクルーズ、2013年8月31日閲覧。ABCDE、ロイヤルプリンセスファクトシート、プリンセスクルーズ、2013年8月31日閲覧。サマー2013、ロイヤルプリンセスフューチャープルーフ、クルーズインダストリーニュース、2013年8月31日閲覧。フィンカンティービルド プロトタイプシップス4プリンセスクルーズです。クルーズインダストリーニュース、2011年10月21日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年10月21日閲覧。カーニバルコープ、ファイナリザスコントラクツ42ニュープリンセスシップス。クルーズインダストリーニュース、2011年10月21日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2011年10月21日閲覧。コンストラクションオブロイヤルプリンセスオフィシャリースタ f ツアットイタリーシップヤード。シップビルディングトリビューン2011年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月21日閲覧。イタリーフィンカンティーリーシップヤードホールズキールレイイングセレモニーフォーロイヤルプリンセス。 シップビルディングトリビューン2011年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年10月21日閲覧フィンカンティーリーロイヤルプリンセスローンチドインマンファルコーンザラージストシップエバービルトバイザイタリアングループフィンカンティーリー2013年8月31日閲覧ザダッチェソオブケンブリッジツーネームロイヤルプリンセスプリンセスクルーズス。 プリンセスドットコム、二千十三年六月十三日閲覧。U.K. ザダッチェスオブケンブリッジーネームロイヤルプリンセス。ワールドマリタイムニュース、二千十三年六月十三日閲覧。プリンセスクルーズのロイヤルプリンセス、六月にキャサリンヒデンカが命名。レスポンス、二千十三年八月三十一日閲覧。フィンカンティリー。 ロイヤルプリンセスプレゼンテッド・イン・マン・ファルコンフィン・カンティエリ2013年8月31日閲覧ロイヤルプリンセス・イン・サウ・サンプトン ITV 2013年8月31日閲覧ザ・ダッチェス・オブ・ケンブリッジ・アトンエプリンセス・クルーゼスシップ・ネーミング・セレモニークラレンス・ハウス2013年8月31日閲覧 ロイヤルプリンセス命名式開催、命名者、キャサリン妃が出席。クルーズ。2013年8月31日閲覧。2、ナイトプレビュークルーゼス、オンタップホーニューロイヤルプリンセス。USA Today。2013年8月31日閲覧。ロイヤルプリンセスエンターテイメント。プリンセスクルーズ。2013年8月31日閲覧。 ンユージュアル TV スタジオアットシーデ a Debuts on Royal p u s a Today.2013 年8月31日へ閲覧。ロイヤルプリンセスデックプラン。プリンセスクルーズ。2013年8月31日へ閲覧。ロイヤルプリンセスデックプラン。プリンセスクルーズ。2013年8月31日へ閲覧。客室のタイプ。プリンセスクルーズ。 2013年8月31日へ閲覧。ありがとうございます。